野沢温泉方面を望む奥市なのは、長野県北新地方北部の繁昌地名である。飯山市、中野市豊田地区、下見の地群栄村、下高井郡木島平村、道野沢温泉村が該当し、北新地域の内山の内町と中野市以外の部分に相当する。メッシ水竹北地方の別名がある。地形は変化に富み、西は マダラオ山からナベクラ山へ続く、新潟県境の関田山脈、東は、ケナシ山から、志賀高原に連なる山脈により区切られ、その奥は、秋山郷となる。千曲川右岸の茅野平高原、牧野入高原や野沢温泉、佐賀のマダラオ高原や戸狩温泉などは、天然資源を生かした観光地として、旅館や民宿、ペンションなどが開設されている。エノキ、ナメコ、 しめじ、アスパラガスなどの農業生産も行われている。県内有数の豪雪地帯であり、冬季の5ヶ月間は雪に覆われる。飯山市、境村、木島平村、野沢温泉村はそれぞれ全域が国の特別豪雪地帯に指定されている。この地方には一里一尺の言葉があり、北へ一里進むごとに一尺ずつ積雪が増すと言われている。飯山市街は、 平年2メートル弱の積雪に見舞われ、飯山宿和川や境村では3メートルから3.5メートルにも及ぶ。積雪対策として、商店街には岩木が設けられ、学校の校庭の鉄棒には、雪の重みによる破損を避けるため取り外し可能になっているものがある。平安時代の、今若物語週巻20代1には、信濃国の奥の軍に羽兵り氏軍事とあり、室町。 戦国時代には、サラシナ軍、ハニシナ軍、高江軍、水内軍を総称して、奥四軍と言われていた。長野県方言における方言区画では、栄村のみ、奥シナの方言に区分され、新潟県魚沼地方の方言に類似する。栄村の内秋山号は、周囲から隔絶された秘境であったことから、秋山号方言と呼ばれる独自の方言を持つ。 飯山市、木島平村、野沢温泉村の方言は、竹北方言とと呼ばれ、北進方言の一種であるが、奥品の方言との共通点も多く持つ。ありがとうございます。